はようございます。釣り子 TV です。これグラビアスのですね、2020年モデルっていうのが発売開始になってますよ。まあね、いろんな番手があるのでちょいちょいですね、揃えていっているんですが、右巻きの一番ね、ギア比が低いモデル、巻物に使えるねモデルどうかななんて思ってお取り寄せしてみたんですけども、こんな感じのパッケージに入ってね来ますんでね。でまだまだね在庫の方はありますんで買いやすいかとは思うんですけども、早速、開封していきたいと思います。どんな感じかな。デザインがねちょいちょい変わっていくんですよね。グラビアこんな感じ。あー、初見でこれはだいぶなんだろう、雰囲気が変わりましたね。ステッカーがついてきているのと、グラビアスの特徴その1、最初から替えスプールがついてくるって、これがすごいお得なんですけども。で肝心の本体、こうか、これとケースね、これね、いろんなね、あのカメラ入れたりね、あと替えスプールちょっと入れていったりするのが便利なんで、あのこういうケースがね最初からついているとありがたいですね。で、あとはメンテナンス用のオイルがねついてきております。こんなところかな。はい。で、まあケースはこんな感じで、肝心の本体、あ、だいぶなんかツヤツヤになったね。で、事前に開発者の青木プロと電話とかでお話しして、2020年モデルっていうから何か変わったんですかって、なんかね、高性能になっちゃったんですかなんてね、根掘り葉掘り聞いてみたんですけども、中身は変わってない、特段何も変わってないよ、うん、ただですね、ポイントとしてはこれ BHK、これがですね、以前のモデルは別途注文してとかですね、そんな感じで、で買う時点で注文してくれたら取り付けたりしますよとかやってくれていたんですけども、今回のまあ一番の変更点はデザインはもちろんあるんですけども、この BHK が標準装備になったっていうことで、いろいろその高性能な機能が満載なんですが、それに今までは別途ね注文しなければいけなかったこの便利フックキーパーがですね、最初から標準装備でついてくるよって、ここら辺がね変わったっていうことと、あとはまあデザインですよね。というわけで、じゃあデザインどうやって変換していったかなんていうのはね、最初の頃からね、このグラビアスを使っているものとしてね、いっぱいねグラビアス持っていますんでね、まずは初代グラビアスね、こんな感じのデザインですね。これね、黄色いものが真ん中のギア比7のモデルだよってことで、これはね、一番ローギアの 6.6 対1っていうモデルは、このガンメタを基調としたカラーリングになってるんですけども、こんな感じで、ギア比7のモデルの初期モデルね。これがね、まあ未だにもちろん使ってますけども、使いやすいっていうことで、この左巻きのギア比7ってのがね、一番自分はお気に入りで使っているのかなっていうことで、でこの後にこうなります。違いはわからないですけど、まあここら辺のこのなんていうのかな、ダイヤル周りのデザインとかですね、ここがなんだろう、塗装のねものだったのが、ここね別付けのこういうパーツに変わっていますよって、ここら辺がねちょっと違うのかなっていうところで、やっぱりね機能的にはねそんな変わってないですよ。ただまあこれとこれの違いで言ったら、この赤いモデルっていうのは一番ハイギアのギア比、8のモデルですね。これが一番ハイスピードで回収が早いモデルだよっていうところで、まあ、ちょっと内物の釣りですね、こう打ってすぐ回収して打ってすぐ回収してっていう釣りにはこの赤い、ね、目印のモデル、まあ、ただねこれ黄色いスプールでしょ、本当はねここ赤いスプールなんですけども、こ
このスプールね、各全部のやつ互換性があるっていうことで、まあ、あるスプールには P 巻いといて、あるスプールにはベイトフィネス用の8ポンドとか巻いておいて、あるスプールには従来一番使うね、糸で、自分なんかだとフロロの16ポンド巻いてとかね、こう1台増えるごとにこうスプールがどんどん増えていくので、その替えのね、あの釣り場で現場の状況で、あれ今日ちょっとフィネスな展開だったなとか、あれ今日ビッグベイト投げたいからもうちょっと太めの PE とか入れてくればよかったな、そんな時もグラビアスをどんどん集めていくとですね、返すプールが自然にどんどん溜まっていく仕様になっていますので、まあ、そこら辺はすごい便利だなっていうのと、あとはね、この今回から標準装備になったこの BHK、 これはね、自分は全部のモデルにつけておりますので、これもね、一回使ったらね、あ、これたまに吹けたラインが絡まる時もね、なくはないんですけども、それよりも従来のそのフックの先っぽとかを露出せずにこうかいしまえるっていうね、これがね非常に便利で、このね BHK がないとちょっとね釣りがテンポよく進めづらいなって、もう最近はね、あのこれがないと嫌だなーなんていう感じになるぐらいお気に入りのチューニングパーツ、ね、これはね、あの初期のモデルなんで青木さんにお願いして、あのベッドつけてもらっていたんですけども、今回の2020モデルからは最初からついてきてまーってね、ここね、この小さいパーツ、それでまあデザイン的なとこでいくと、はい、リミテッドモデル、この黒いボディが魅力的でしょう。これがね、今一番動画では登場回数が多いかな、ブルフラットの打つ釣りなんかだとほぼ 100% に近いぐらいの感じでこのねやつを使ってるんですけど、これとこれが一緒なんですよね、左巻きの7、ね、金色のこの目印、左巻きの7っていうのが一番自分のジグストの、なんだろう、こうストロークとかリズムを取るのにね使いやすいので、まあ、こいつらがね一番活躍してくれているね。でちょっとテンポよく早く回収する、ね、数多くワームを打ちたいって時はこのハイギアモデルを使って、で今回新しく、ね、ギア比の一番低いモデルね 6.6 で、ほんでもって右巻きね、巻物の釣りでも使いたいなっていうことで、で巻物の釣りっていうと、自分はあのシマノのカルカッタコンクエスト DC200 とか、あとはカルカッタの BFS とかですね、そういったリールをよく使っているんですけども、非常にね性能が高くて、まああれが一番基本のラインにはなってくるんですが、いかんせんねちょっとね重いなって感じる時があって、一日中投げ込んでると全部 200g を超えてくるようなリールなので、まあ今日もう一日巻物の展開だって時にもうちょっと軽ければいいななんてね思う時があって、そこでねこのグラビアスだったらもう 200g 切ってますからね、非常に軽いリールなので、ちょっと重さ測ってみますかね、これ糸は入れてない状態なんですが、グラビアスだと、はい、175g なんですよね。こういう感じでね非常にね軽快なね軽さなんで、だからこういう打ち物の釣りとか1日も一番基本に据えるぞっていうね釣りのリールであれば、そうなんですよね、贅沢言えばこういったアンダー 200g 175とかね、もっとね今ね軽いリールは軽いのあったりしますけども、まあ実際にねどんどんね投げていく場面なんかも増えてくると思うので、実況動画の方でもね、なんで釣れたのって言ったら、まあ、グラビアスのあの右巻きのやつってね言うと多分これが出てくるようになってくるかと思います。でデザインもね、今までこの通常のモデルはこう真ん中にこう銀色のパーツがあって、そのサイドをねこのカーボンのね、樹脂で覆われていて、で軽くて丈夫でっていう感じだったんですけど、全体的にこんな感じのデザインになったので、まあリミテッドがこう艶消し黒っていうと、ほんとこの漆黒のボディみたいな感じになったなっていう、これねちょっとね、かっこいいな。でまあ改めて、おさらいですけども、グラビアス、まずはですね、ここはロングノーズのですね、
こういったレベルワインダーが装備されているので、これねアイデア商品なんですけども、こことここのストロークを長くすることによっていろいろいい効果が期待できるっていうね、このものすごいね表にせり出したこういったレベルワインダーね、こういったパーツがついているのと、あとはですねここに数字とこうメモリみたいにあって、このポッチンがあるんですけど、これをね自分の使ってるこの入れてる糸に合わせて調整することによって、あ今何ポンド使ってんだなってのがこう複数台持った時に分かりやすいですね。ここね何ポンドのライン入れてるのか一目瞭然システムがねここに搭載されているのと、あと実際に使っていて実用のところでいくと一番触るこのハンドルノブ、これがねそのいろんな形握り込んで作り込んで削ってみて青木プロが作ったですねこのノブなんですけど、これがねほんとねフッとした時にこうすぐね力を込めやすい、まあ、T 字まではいかないんだけど T 字に近い、まあねこう非常にビッグベイトであるとか、あとはジグストの釣りの時なんかも力を入れてこう巻き取りやすいですね、非常に握り込みやすいね、こういったノブがついています。それとですね、あこの横にね、まあ、色でね使い分け、あとギア比見るよっていうのがあったんです。ここに 6.6 って書いてありますね。これ今までなかったな、今まではないんですけども、まあ、ギア比が不安になったあなたにっていうことで、ここに 6.6 ってね最初から書いてあるね。そんなところと、あとはですねこの替えスプールが最初からついてきてくれるので、自分はねこれだけベイトフィネススプールを入れてるんですけども、あとはだいたいこっちの深溝スプールですね16ポンドとかががっつりね巻ける。でもね深溝といってもねほんと結構軽めのルアーとかでもね快適にスーって投げれちゃうんですよね。ただカバー猫とか本当に軽いやつをよりスーって入れたいっていう時はこの浅溝スプールね、これを入れるといいんじゃないかなっていうのと、まああとはこう例えばさっきも説明しましたけど、こう開けて、あこれね無振動ブレーキシステムがね搭載されて、このネオジム磁石の配列によって非常にねなんていうのかな、最初から最後まで一定の伸びだから、投げる上ですごいねコントロールしやすい糸の出ていき方なんですね。だからオーバーハングの微妙な隙間とかスキッピングで狙いたいなんていう時も果敢に投げたくなるような、そういったねブレーキシステムが、ついております。あのね実際ね投げてみるとね分かるんで、まあ釣り場とかでもしね自分と会ったら大概このリール持っていってるんで、声かけてくれればぜひね投げていただけますのでね、声かけてください、こんな感じのリールですよって、ね、釣り具屋さんにあんまり置いてないですからね、ネット通販で買いやすいっていう感じになってるんで、実際にでも青木プロとか関西の方面の方なのでイベントの時とか関東にも来てくれますが、なかなかねグラビアス触る機会がないよっていうね方ね、大概千葉の房総のダムのどっかにいますんで、まあ桟橋とかでね声かけてくれればこんな感じですよっていろいろご説明しますのでって話が長くなったんですけど、こう後から来たスプールもですね全部互換性があるので、これねこう外して、でまあ例えばこっちに PE ラインとか入れてるとするじゃないですかね、それもこう即座にですね他の今まで集めたグラビアスとこう互換性があるんですぐにねこう入れ替えることができる。まあねカラーリングがハイギア赤、7のもの黄色、一番ローギアのものガンメタリック系ってね色こそ違うんですけども、全部ね互換性があるのでそこら辺はすぐにこうね付け替えることができるよっていうね
こういった便利な替えスプーンも最初からついてきますってことで、まあなんかねすごいごちゃっぺになってきましたが、まあいろいろとですね1台持っていると非常に便利な理由で、今年に関してはあのジーニアスプロジェクトのあの契約サポートプロの三原プロね、快進撃ですよね。もうめちゃくちゃ強い、このまま年間優勝いっちゃうんじゃないかみたいなね、まあ最強のプロの一人なんですけども、その方がこのグラビアスを使ってもうねバッタバッタとねデカバスをゲットして、いよいよですね日本最高峰のトップ50で、年間優勝に王手がもうほぼかかってきてるんじゃないかってね、そんな状況なので、本当最高峰のトーナメントシーンでもその使用に耐えうるね、もう優勝の原動力になる。何にしてもやっぱベイトリールに関しては投げ心地がいいね、狙ったところにスパーンと入るで、かけた後のバス、まあこれ強力なドラッグ性能もありますんで、まあね強力といっても出てほしい時はすごいねスムーズに出てくるんで、そういったところも含めて日本最高峰のトーナメントでももうめちゃくちゃね大活躍しているっていうことで、まあ最近のこういった打ち物のリールの中でねお気に入りのリールってことで、もうなんだかれこれ4代目ぐらいになるんですかね、どんどんグラビアスの使用頻度が増えていっているわけですが、まあこういった従来のね打ち物のシリーズと、あとはねちょっとね軽めに巻きたいなっていう時にね、こういう右巻きの 6.6 ギア比のものもね手に入れてみたので、チャターベイトなんかね巻いてみたいななんていう風に思いますよ。というわけでね、こんな感じで、つらつらと説明してきたんですけども、まあ、ジーニアスプロジェクトのですねあのホームページに行くと、あと在庫何台とか書いてあってね、それでねあのサクッと、注文することができますので、まあ、1台ちょっと試しに買ってみたいななんていう方はぜひあの説明欄の方にね、ジーニアスプロジェクトのリンク貼っておこうと思いますので覗いてみてください、これが年間優勝のね原動力のリールになったらこれまたかっけえななんていうふうに思うんですけども、まあまあこんな感じでね歴代のねグラビアスに、はい、来てもらいました。はい、というわけで本日の釣り子 TV は、2020モデルですね、来年にかけて、デザインがちょっと変わってきたよっていうことで、最近のね主力リール、ジニアスプロジェクトの、グラビアス、これを新しく1台手に入れたよって、こういった、動画でした。はい、釣り子 TV でした。